どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田とタイくん、みーちゃん、もやちゃんでーす。はーい、はーい、もういっちゃん乗り込むいっちゃん。お報告動画も兼ねてのお話なんですけど、こちらのもやちゃん、まあ動画とかでももちろんそうですし、あとはまあ劇場に遊びに来てくださった方にもよく言われるんですけど、もやちゃん痩せましたねって、はい、とてもよく言われます。結論から言うと痩せました。はい、結構痩せました。動物病院に行った動画が、1月の末ぐらいに上がってるんですけど、その時が19キロあったんですよ。はい、で今もやちゃん16キロです。うん、そう大丈夫かつって叩いて励ましてくれてるけど、はい、下痢が治らないっていうことで、前回ね、動物病院に行って、で腹部エコーしたんですけど、まあちょっと腸炎が見つかりましたぐらいの、感じだったんです。はい、でフードを変えて様子を見ましょう。でフード変えたんですけど、結局その軟便は下痢は治らなくて、私前のね、抗菌薬をあげてみたりとか、善玉菌を入れてみたりとかしたんですけど、フードにね、治らなくて、結局血液検査してアレルギーを一回調べてみようということだったんですよ。ゆうちゃん邪魔なんです。よし、もういっちゃん。うるさいじゃん。しますね。はい。はい。します。こちんずれました今。パワーになるから。パワーが無理無理し。おいでもいっちゃう。ビタミン B12 でしょ。すごいですね。よく覚えてますね。これもやっちゃう。たたたたたえな。ごめん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 。閉める。意外と反応浅いです。ちょっと閉めるみたいですね。閉めるか手楽と思えちゃう。じゃがいももダメなんだ。いや、サーモンポテトダメじゃん。で今までサーモンポテトっていうフードを、食べてたんですけど、ポテトがだからダメじゃんっていう話になって、でサーモンだけのね、タンパク源がフードに変えたんですよ。これでいけるだろう。ちょっとね、原因が分かったんじゃないかっていう安心感がそこで一回あったんですけど、ただそっから軟便が水下痢になってしまって、そこでまあ消化酵素とかをフードに混ぜたりとかしながら、でも体重がどんどん減っていくんですよ。プラスそれに加えて食欲がなくなってきてるんです。いや、君のじゃない君のじゃないみーちゃんのでもないね。尻尾振ってる場合じゃないんですよ。尻尾振ってる場合じゃないんですよ。いらないね。みーちゃん取らないでよ。よ。もえちゃん。みーちゃんのじゃない。取られちゃうよ、みーちゃん。もういよいよ原因を突き止めんといかんということで、来週3月30日、内視鏡検査に行ってきます。はい。内視鏡検査でもね、全身麻酔なんですよ。みやちゃんも高齢なんでね、シャーペーの平均寿命が8歳から10歳って言われてる中で、今9歳11ヶ月もうすぐで10歳なんですけどね、やらんことにはしょうがないので、ちょっとそこは、はい、内視鏡検査しに行きます。なので劇場に遊びに来れる方、30日からちょっとしばらくの間はもやちゃん出ません。ショーに、はい、のはちょっとご了承いただきたいなと思っております。動きは元気なんですよ。尻尾振って、むしろなんかちょっと体重軽くなって、ほらなんかちょっと身軽になった感じがあって、でサク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 前より動いてるんですよ。そこら辺がちょっとなんかね、いまいち皆様に伝わりづらいところではあると思うんですけど、食欲がなくなってるのが本当に心配なんですよね。でだからなんで今こうね、みんなで揃ってるかっていうと、こうなんかみんなでさ、ワイ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 してて、こう上げてるとさ、なんか食べる気になるかなと思ってなんか楽しげな雰囲気でっていうのが狙いで、ちょっと今ここで揚げたいんですよ。はい、ちゅうわけでこれ食べてほしいささみです、これね。お前食うんだぞっつって優しいね、あんたは。これ全然食べなかったんですよ、お昼。
どうすか。食べる食べる食べる、よし、あ、もやちゃん、もやちゃん食べ、よかった、食べるやんけ、食べるやんけ、もやちゃん。ねえ、かいくんも行ってみる、これ。みーちゃんすげえ食べたそうだ。みーちゃんはね、肺炎から本当に元気を取り戻していて、うん、もやちゃん食べる気やった。もやちゃん、よかった、もやちゃん、よし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 、いいぞ、この感じいいぞいいぞいいぞっつって、ね、のの兄ちゃんです、のの兄ちゃんです、もやちゃんも食べる気、もやちゃんね、えみんなで楽しげな感じでしょ。もやちゃん、あ、よかった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 、マジでよかった。かいくんとみーちゃん効果何食ってんだいっつって何食ってんだいっつってそんな見なくてもいいじゃんかいくんも食べてみる、これどう、どう、いらん捨てないでよ捨てないでよでかいもかいくん捨てたやつを萌えちゃんが食べるいや、マジでよかった、これは。よしよしよし、前ほどがっつかない感じあるでしょね、前ほどがっつかない感じはちょっと皆さんにもなんか分かっていただけそうな気がする、この感じ。もういっちゃん、あ、でもね、ポッポって言うとカイ君がカイ君がすごい何の音っつって聞きに来るんだけどかわいいいや、まあでも割と食べたぞ、うん、割と食べてくれたわ、うん、ねえ、もういらない、置いと、置いてみたりしたし。お、食べる食べる、よしよし、いいね。だ、もうとにかく今は内視鏡検査までに体力を落としたくないっていう気持ちがすごくあるので、食べないんだったらいいよ食べなくてって昔はやってたんですけど、今ちょっとそれをやりたくないなってみーちゃんみーちゃん、あんたはよく治ってくれました、あんたはね、ほら、かいくん、萌えちゃん頑張ってねっつってね、ちょ、なんかパワー送っといて、パワーをね。あと優しいね、あんたは本当に。あんた本当に、本当に優しいと思うわ、かいくん。無理やし。うん。かわいい。かわいいね、あんた。みーちゃん。みーちゃんも元気なのはいいんですよ。こういう時に見せる優しさは、なんかどこから来てるの、あなたは。すごいと思う、本当に。みーちゃんの時もそうだけど。うん。優しいね、あんた、本当に。大丈夫かっつって。この3匹で頑張ってきたもんな、うん、ねえルーちゃんも、ルーちゃんも今頑張ってるけどさ、直していこうね、もいっちゃんね、よくなっていこうねもいっちゃん元気よくいこう、元気よく、もいっちゃん、もいっちゃん、うん、頑張ろうなっつって頑張ろうなっつって